ネルパックの、口の留め方です。まずお米をネルパックに入れます。次にこのクリップを手前側からぐっと引っ張り2つに分けます。そうして A 字ですを取り出し開封して袋の上部にこのように置きます。で、お米を入れた時に袋の内側に汚れがついている場合がありますので、よく拭いて口を一回閉じます。で、この時に、オス側を置いてメス側を重ねます。で、真ん中を止めてまず、こちら側、片方にスライドします。その時にエアーを出してやるとさらに効きが良くなります。で、最後反対側を閉じて出来上がりです。この時にこの辺りにシワがないかしっかり確認してください。で、出来終わったらまずこのような形で、2日ほど置いていただければ、かなり酸素の抜けが早いかなと思います。以上です。